令和新選組山本太郎です現在、日本国における憲法問題は存在するのか緊急時に対応できる憲法になっていないそう主張する者もいますがその内容を聞いてみても俺たちが改憲したと言いたい以外に動機が見当たりませんすでに現行憲法は緊急時も対応できる内容になっています災害などを利用し無制限に権力を掌握したがる無法者がいつか現れることを想定し作られているのが現行憲法 では、日本における憲法問題は存在しないのか、いや、存在します、たとえ災害という緊急事態であっても、憲法を無視で苦しむ人々を放置し続け、金と票をくれる者には規制緩和と金を横流し、日本経済を30年衰退させ、国民を貧困化、憲法遵守よりも私腹を肥やすことだけに熱心な存在、その存在自体が憲法違反とも呼べる国会議員。 そしてその者たちが訴える薄っぺらな憲法改正を数の力で進めようとする現在こそが日本における憲法問題自民党の4分の1の議員が裏金問題に関与自ら辞職することも自首することもなく猫ばばしたお金を還付金と欺き知らぬ存ぜぬで逃げ切ろうとする泥棒たちが今日ものごのうと国権の最高機関で活動するその面の皮の厚さ世界一 腐敗、劣化、声だめ、詐欺師、泥棒、イカサマ、猫ばば、さまざま形容詞とも足りないほどの状態である永田町で、この犯罪者集団が今通常国会においても法改正や立法にも関わっている、それらを粛々と成立させている現在の国会こそ憲法違反ではないのか、犯罪者集団に立法行為をさせないことは、犯罪者集団にこの国の行く末を決めさせないという当たり前のことで、全力阻止以外ない。